東口ホームを上の寄りから望む駅前を国道4号線が通る千住大橋駅は東京都足立区千住橋戸町にある京成電鉄本線の駅である。駅番号は KS05。島式ホームに面4線で対比設備を有する高架駅。成田空港駅への乗り入れ開始と駅の下を通る日光街道の拡幅に合わせて改良工事が行われ。 現在の形態となった。ホームの有効庁は8両分ある。改札外とホームを結ぶエレベーターが設置されている。以前は町屋管区の参加であったが、管区再編により町屋から移管され、先住大橋管区として町屋駅、堀切り勝園駅間の各駅を管轄している。かつては急行も停車し、一部の急行列車は緩急接続を行っていたが、 2002年10月12日に行われたダイヤ改正より普通列車のみの停車となっていた。その後は、長席時間帯において、優等列車の通過退避が行われていたが、2010年7月17日のダイヤ改正からは、快速が当駅に停車し、再び緩急接続が図られている。2003年までは、ンドン式の接近表示器が使われていたが、以降は、 LED 式発射表が稼働している。上の方に折り登りの渡り線があり、3.4番線からも上の方面へ発射できるように信号が設置されている。内側の線路が主本線、外側の線路が対比線である。2019年度の1日平均乗降人員は16,198人であり、京成線全69駅中32位。 近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。2010年頃まで、長らく減少傾向が続いたが、この10年で急速に回復している。駅前にある、日比本社敷地を中心に大規模な都市再開発が行われ、ポンテグランで東京が整備された。最寄りのバス停留所は、日光街道上にある、京成中組と、 駅前の交通広場に位置する、千住大橋駅である。以下の路線バスが乗り入れ、東京都交通局と新日本観光自動車、東武バスセントラル、京浜急行バスにより運行されている。なお、都営バス総43系統は、京成中組停留場の隣に、千住大橋停留所が存在するが、これは、千住大橋の南詰川に位置しており、北詰川にある、 当駅からは大きく離れている。ありがとうございます。